ファームアップが完了しました。これで、このディスターのモードにするとですね、ここです。この西東京430が接続先になってるんですが、ここに、モニって、モニターのモニですね、が表示されます。この状態になってると、西東京430の状況を聞けます。で、そのためには、ここ今、Wi-Fi のマークが出てるんですけど、Wi-Fi に接続する必要があって、まあ、Wi-Fi への接続っていうのは、普通に設定画面から、これですね、WLAN の設定で、まあ、設定をオンに、今オンになってますね、オンにしてもらって、で接続先を選んでもらうっていう方法になります。これに関しては普通に、スマホとかで Wi-Fi 接続するみたいに近くにある Wi-Fi の一覧が出てくるんでそこから選んで、パスワードを入力するという感じになりますので、これ Wi-Fi でネットに接続してないとモニターできないってものなんですね。だからこれどういう仕組みでこの今自分が聞いている岐阜金華山430ではなくて接続先の西東京430を聞くことができるのかなと思ってたんですが、インターネットに接続されているディスターレピーターの、音をインターネットから拾ってくるっていう仕組みみたいですね。でここまで準備できたらこのファンクションキーを押すとここにRPT、レピーターモニターオフってなってますんで、これをオンに切り替えてあげると、はい、先ほどのこの西東京430の、モニターの表示が、白く光りました。この状態で西東京430で、更新が行われれば、音声が聞こえてくるということみたいです。で、これほっとくとね、10分ぐらいでね、切れちゃうみたいなんで、ずっとつなぎっぱってことができないのがちょっと残念だなって感じですね。なんか西東京さんもずっと聞いてて知ってる人が、出てきてたらアクセスするとかそういうことはできないみたい。理由としてはネットワークの負荷みたいなこと書いてあったんだけど、なんかそういうことできるようにちょっとネットワーク強化してほしいなってのは思いますね。無理な話じゃないと思うんだよね。ワイヤーズとかでずっと特定のルームにぶら下がってたりとか、エコーリンクとかで特定のレピーターにぶら下がってたりっていう、することできるじゃないですか。そういうね、ところがディスターできるともっと面白くなるので、できればね、今後この、どっかのレピーターにこのぶら下がるって状態、まあこの、そういうことですよね。モニター機能ってそういうことだと思うんで、を、常時維持できたりすると、なんか楽しいような気がするなっていうのはね、個人的な感想でございます。
はい。先ほど動画撮影してたのが平日の昼間だったので、ちょっとね、どこも、通信してる曲が聞こえなかったので、今夜家に帰ってきてから、もう一度試しています。で、このモニターがオンのまま、こうやってね、接続先のレピーターをどんどん変えていくこともできます。で、こうやって、モニターのマークがない、出ないね、レピーターは、多分まあインターネットに接続してないとか、もしくはその、このモニター機能の設定をしてないかなんかで、まあ対応してないレピーターですね。こうやって白くモニって出るやつは対応してるレピーターということになります。で、こうやって回していろいろ聞いていくことできるんで、どっかいないかお手間な。あ、ごとはありいまはい。すよね。はい。はい、どんな感じで、明日はもしく。まあ、今みたいな感じに、まあ、ちょっと知らない方の通信なんで、ほんと一部にしておきますが、今みたいな感じで、レピーターのね、状況をモニターすることができます。だから、こうやって回してって、こう、誰か喋ってないかなみたいにね、探すこともできるし、まあ、こうやって、待機してることもできるわけですね。はい、ということで、今紹介したように IC705 の、まあ、新しいファームが、発売じゃないな、ダウンロードできるように公開されました。で、この新しいファームというか機能の情報についてはハブフェアで発表されていたと思うんですが、今回バージョン1.30っていうファームウェアが公開されて、結構ね、いくつか変更点があるんですよ。その中で一番注目されていたのが、さっき、やってみた DV レピーターモニター機能というやつですね。ディスターって基本的にこう自分の聞いてるレピーターから、まあ、どこかのレピーターにゲート越えで接続するんだけど、その時に接続先のレピーターの状況っていうのがわからないっていうのが結構問題で、まあ、他の人同士が通信してる時、第三者同士が通信してる時に、送信中、レピーターが動作中だったら接続できないんだけど、ブレイクタイムみたいに空いてる時にパッて入り込んじゃったりとかね。あとは誰かが CQ 出した直後に入り込んじゃったりとか、そういう問題点はディスターってあったと思うんですよ。要は、接続先のレピーターの状況がわからないってことですね。まあ、それを解消するために、このモニター機能で、先に、こう、インターネット介して、接続先のレピーターを聞いておくことができると。で、大丈夫そうだなって言ったら、いざ自分の接続してるレピーターから、そっちのレピーターに接続するというね、ような、まあ、流れで使うものなのかなっていうふうにね、思っています。だからさっきも言ったけど、まあ、単純にそういう確認のためじゃなくて、特定のレピーターにぶら下がってるための機能としても使えると面白いかなとは思うんですけどね。やっぱり、その辺が、ワイヤーズとかエコーリンクでできて、ディースターにできないところっていう感じなんで、まあ、ディースターはディースターの良さ、ワイヤーズはワイヤーズの良さがあるとは思うんだけど、なんかそういうこともね、できるといいなというふうには思ったりもします。ただ、今やったように、インターネットに接続してないと使えない機能っていうところが、ちょっと残念というか、まあ、よくよく考えればそうですよねっていう話なんだよね。僕、最初その話聞いた時、どうやってやるんだろうと思って、例えば僕はギフ金華さん430に、周波数合わせてて、そこでモニターできちゃうと、ギフ金華さん430聞いてるみんなに、例えば西東京430の状況とか流れちゃうんで、そしたら1人の人しかモニターできないから、どういう仕組みなんだろうって最初思ってたんだけど、まあ、そうやってインターネットを介してってことなんで、まあ、しょうがないね、他に方法がないかなとは思うんですが、まあ、Wi-Fi に接続してないと使えないっていうところだけが、まあ、致し方なしかなとは思うんだけど、ちょっと、まあ、制約があるというかね、まあ、そこは覚えといて。いただければと思います。はい、ちょっと待ってて。
まあ、他にもですね、受信履歴ログ更新ログに受信経路、が表示されるというか追加されたとか、更新録音ファイルにもその受信経路の情報が追加されるみたいな話もあるし、あとは、まあ、Wi-Fi のアクセスポイント接続済み保存済みのアクセスポイントの削除ができる、あ、できなかったのね今までとかできるようになったりとかっていうような、まあ、改善もされてるようで、この1.3 というね新しいファームが公開されました。まあ、アップデートの方は冒頭でもやってみたようにそんな難しくないんで、SD カードに、ファイルダウンロードして IC705 っていうフォルダの中にその、解凍すると出てくるダットファイルを放り込んで、あとはもうこっちの705の方に入れて冒頭でやったみたいな手順でファームアップするだけなんで難しくないと思うんで、ぜひ、705使ってる方はねこの機能一応この機能ね一度試してみてください。この動画役に立ってよかったという方は高評価ボタンを押していただけるとポモスキューの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやってます。説明欄のリンクからツイッターチェックしてフォローしてください。以上、モモスキューでした。バイバイ。